ピッチは降り続いた雨でぬかるんでいます。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説はおなじみのな試合が始まりました。5分経過。スローインです。ヘッドでつなぐ。センタリング。華麗なドリブル。ファーサイド。敵に当たってしまった。大きくクリアしました。ドリブル。シュート。ボールを外に出します。激しい攻防。これはゴールキック。外してしまった。これは決めなければいけない。ドリブルで上がる。折り返す。中へ放り込む。さあここからどう攻める。さあどちらがボールを支配するのか。前半30分経過。シュート。出た。シュート。ボールが宙をさまよう。体を入れてきます。キーパーに抑えられました。これはピンチ。空中戦。
ス。中へ上げる。ああ、ふかした。これはちょっと危険なプレーでした。ここは集中どころでしょう。走り込んできた。おっと、足がかかった。これはゴールキック。おっと、前半終了の笛です。前半後半戦開始の笛です。カット。さあ、どちらのボールになるのか。左へサイドチェンジ。クロス。シュート、ポスト。郵便です。キーパーこぼした。ヘッドパス。フリーにさせてはいけない。中に絞ってきた。ヘッドでつなぐ。前が空いた。センタリング。決まった。ゴール。エクセレントゴール。ようやく先制点が入りました。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。ボールが心地よさそうに芝を転がります。ヘッドパス。ハイボールを競り合う。スペースができている。シュート。ゴール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 。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。さあ、もう一度見てみましょう。おっと、奪った。中へ放り込む。シュート。スーパーセーブ。
さあどちらのボールになるのか。つながればチャンス。ゴールマウスに嫌われた。シュート。ピッチを優雅に徘徊します。いいパスが出た。シュート。クロスバースローインです。ふわっと上げる。試合終了です。圧倒的な強さを見せつけました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くない。ピッチは降り続いた雨でぬかるんでいます。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招き。いよいよ試合開始です。主審笛を吹いた。ヘディング。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。折り返した。ヘディング。外れ。ヘッドでつないで、いっけいっけ、ドリブル。危険なタックル。この位置か。これはゴールキック。
狙いすぎたようです。繋がればチャンス、コーナーキックになります。これは決めて欲しかった。さあセットプレー、何をやってくるのか。これはゴールキック。どうして外せるの。ヘッドでパスを送る。速攻、中に絞ってきた。センタリング、ヘディング、コーナーです。さあチャンス到来。低いボール、ジャンプ、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。さあどちらがボールを支配するのか。流れを止めた。ヘッドでつなぐ。スペースを使う。折り返す。ヘッドパス。オフサイドを取りに行った。これは危険だ。戻してファーサイドに上げた。抜かれた。放り込んできた。これはクロスバーの上。走り込んできた。流れを止めた。ボールを持たせています。アンビリバブルゴール。さあもう一度見てみましょう。彼は本ヘッドでつないで、つないで、
かせています。上げてきた、シュート、これはゴールキック。折り返した、スローイン、戦術という呪詛を解き放つようなドリブル。ここで前半終了。前半戦、後半戦開始の笛です。ここでカット、味方を探してますよ。フォローが遅いですね。クロス、スローイン、危険なタックル、この位置から頭で、これはゴールキック。ボール回しに嫌われた。ふわっと上げる。マークにつきます。危ない。センタリング。ヘッドで。ここからどう攻める、ニアサイド、ヘッド、シュート、横にそれてしまった。シュート、シュート、入った、ゴール、ブリリアントゴール。ここで確実に得点を奪います。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。蹴り込んだ、危険なタックル、さあどちらのボールになるのか、シュート、後半20分経過しました。ループシュート、スローイン、ファーサイドに上げた、これはゴールキック。おっと、選手の交代が行われる模様です。ボールが宙をさまよう、ニアに合わせた、これはゴールキック、狙いすぎたようです。
ボールが宙をさまよう。キラーパスになるのか、キーパー間に合うのか。ふわっと上げる。スライディング。主審ファールを取りました。うわあ、これは危険なタックル。退場でしょう。間違いなく。ペナルティーキックを得ました。得点は2対1。ここで折り返す。ニアサイド。ミスキックです。丁寧なプレーを心がけてほしいですね。これは拍子抜けするようなプレイ。さあ、どちらのボールになるのか。スペースを埋めないと。折り返した。オフサイドを取られました。ボールを囲んでいきます。クロス。クロス。ここで試合終了のホイッスル。粘り勝ちです。それではまず中西さんの試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。Thank you.
爽やかな風がピッチを通り抜く。いよいよ試合開始です。頭でつないで、華麗なドリブル、中に絞ってきた、シュート、これはゴールキック。最終ラインの押し上げが ナイスファイト。シュート、キーパーこぼした。よくしのいだ。ヘッドパス、キーパーファンブル、これはコーナーキック。さあチャンス到来。押し込んだ、取り損ねた。いっけいっけ、ドビッドブつながりません。これはミスですね。シュートだ。コーナーキックになります。ゴール回しに嫌われた。さあセットプレー、何をやってくるのか。スペースを埋めないと。センタリング、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。
シュート。前半残り5分です。スペースを見つけた。シュート。ゴール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 。ダンビリバブルゴール。着実に点を重ねます。さあもう一度。させてはいけない。ファーサイド。ここでカット。インターセプトを狙う。入った。ゴール。ブリリアントゴール。得点は2対1。さあ、もう一度見てみましょう。ボレーシュート。ここで笛です。前半終了。前半戦後半戦キックオフ。ここから打つのか。落ち着いて対処します。気をつけなければいけません。後半5分経過しました。フットボールの女神は彼の足に宿っているかのごとく。これはゴールキック。キックミスでしょう。シュート。大きく前方にクリア。コーナーキックを得ました。ヘッド。キーパーの遥か頭上を越えていきました。合わせた。これはちょっと危険なプレーでした。よし。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。これはゴールキック。横にそれてしまった。おっと、選手の交代が行われる模様です。ヘッドパス。
走り込んできた。シュート！さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。類まれなキープ力、素晴らしいボディバランスですね。コーナーキックです。さあチャンス到来。ジャンプ。まるでボールを持った仮面舞踏会。シュートゴール。シューバービューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。危険なタックル。ジャンプ。華麗なドリブル。ここはキーパーがキャッチ。ワンツー。ドリブル。ここで折り返す。さあここからどう攻める。ファーサイド。流れを止めた。いよいよ旗色が悪くなってきました。この時間帯で貴重な1点をもぎ取りました。これで試合の行方。キーパーに阻まれました。コーナーです。これは決めて欲しかった。さあチャンス到来。ヘディング。つながればチャンス。中に絞ってきた。油断できません。ここで試合終了。両者一歩も譲らず手に汗握る熱戦でしたが引き分けに終わりました。それではまず中西さんの試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合だったと思います。
風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西。さあ、前半戦が始まります。カポスト、キーパーに抑えられました。右へサイドチェンジ、中途半端なクリア。中へ上げた。ディフェンダーに当たった。ワンツーシュート。主審ファールを取りました。これはイエローカードを取られました。冷静にプレーしてほしいですね。キーパーの指示が伝わっていないのか。来た。シュート。オフサイドの網にはかからない。折り返す。空中戦。シュート。もう一度見てみましょう。彼は本当に視野が広いですね。キラーパスになるのか。シュート。さあ、もう一度見てみましょう。彼は本当に視野が広いですね。スローイン。ボールが宙をさまよう。キーパーこぼした。ファーサイドに上げた。空中戦。これは危険だ。放り込んできた。これはオフサイド。いや、タイプ。いけいけ、ドリブル。ここで降り、ゴール。マーベラス、シューバー、ビューティフォーゴール。
素晴らしいゴールです。得点は1対2。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。スーパーセーブ。危ない。さあできた。さあここからどう攻める。これはファールです。頭でつないで出た。ここはいいディフェンス。シュッ、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール、同点に追いつきました。ただいまのゴールシーンを振り返ってみます。これはピンチ。中に絞ってきた。ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中経過を。後半戦開始の笛です。シュート。ヘッドでつないで、ここでカット。ファーサイド折り返す。ペースを見ないと。バーサイドに上げた。さあここからゴールを進める。決まった。ゴール。エクセレントゴール。引き離します。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。動き出しが素早いです。できるのか。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。これはゴールキック。大きくサイドチェンジ。ボールが中央サーボール。コスに突破。大きく前方にクリア。
ここからボールを攻める。シュート。合わせた。ここに飛んできた。飛び出しが早すぎたか。罠にかかってしまいましたね。リザーブの選手が体を動かしています。スローインです。選手の交代です。ドリブルで上がる。これはミスですね。後半25分経過。ここで折り返す。シュート。最後のところで崩せない。スライディング。これは危ない。ヘディング。ピッチを優雅に徘徊します。ここからスローイン。走り込んできた。おっと、旗が上がった。ディフェンスラインの統率が取れてますね。インターセプトを狙う。フィールドを走破します。折り返した。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。接戦をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合だったと思います。はい、
爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。試合開始の笛です。タイミングがいいですよ。スペースを使う。クロス。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。キックミスでしょう。ヘッド。狙って打ってほしい。さあどちらがボールを支配するのか。シュート。ナイスファイト。一旦サイドチェンジ。よく見ています。あーできた。飛び出しが早すぎたか。罠にかかってしまいましたね。パス。入った。ゴール。ブリリアントゴール。さあもう一度見てみましょう。こぼれ球を押し込んだ。前が空いた。中で放り込む。これはファウルです。同点に追いつかれてしまった。さあもう一度見てみましょう。動き出しが素早いです。ハートストーンを狙った。ジャンプ。ヘッドで。
再び引き離します。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。許してしまいました。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。ねじ込んだ。動き出しが素早いです。
はファウルです。方向となってきました。得点は3対4。さあもう一度見てみましょう。ここで追いつきました。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。さて中西さん、試合の第1回はいかがでしたか？実に素晴らしい試合だと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。